ち。あれ。こんばんは。どうも。今日はクッキングお菓子バージョンでーす。こんばんは。ギフトありがとうございます。こんばんは。本日は何をするかと言いますと、こちらのちゃんと四角い薬用の容器が来たので、これを使ってですね、ホワイトデー渡す用を作っていきたいと思います。この前自分用で作ってみたやつがうますぎたので、ちゃんとなんか入るかどうかわからないけど、ラッピング系も買ってきたので、ラッピングして準備をするところまでやっていきたいと思います。イエーイ。今回渡すのはさやぴとふぐちゃんですね、に渡すよう心を込めて失敗せぬよう作っていきたいと思います。頑張ります。どんぐらいいるかわからなかったので、この容器2回分の材料を買いました。ので2回やっていくので、またチョコレートを刻む作業からやっていきます。バイキングダイブしながらありがとうございます。また停滞しました、私のバイキングライフ。進むようになったのにまた攻撃系で停滞しました。やっぱりゲームは向いてません。ブラックチョコレート。これね、ミルクとブラックにすることによって、甘くなくていい、うまいのが作れますね。これ大事。色がこんなに違うの。刻んでいきまーす。チョコを刻みます。もう疲れた。
んでます。バキチョコ、お湯を沸かさないといけなかった。お湯半分刻み終わりました。じゃらーん。もう半分刻むよ。チョコレート。失敗したのはこの生クリーム。生クリームをさ、お一個多く買ってしまったんやね。生クリームこれ一個で二個分作れるのに二個買っちゃった。生クリームもだから生クリームが余ってしまうよって。事件じゃね。生クリームってどう使い道があんねんって感じないけど、牛乳とは違うでしょ味。使い道がないのに多めに買ってしまった。Thank you.
った。コツをつかんだ。おー、コツだ。わー、至難の技だ、こぼさずに入れるのは。こんな感じで刻めました。素晴らしいです。これだけ、これを溶かします。ちょうどお湯が沸きましたので、お湯を入れの、こんなもん、これを入れの、それでは溶かしていきます。生クリームオムレツ、普通に料理にも使えるわけ？生クリームって。はい、いや、もう溶けてる。素晴らしい。溶けてきてますねん。バターが全然溶けませんけど、チョコはほぼ溶けました。いいね。バターマジ溶けんねんけど、何事？何事？なんでなんでなんでやねんねんねん。
バターが全然溶けます。いや、まだいるわ。まだ潜んでやがる。バターを溶かしてます。いけたかもしれません。これを取り出して。見せ方困った。チャラン、チョコとバターを溶かしました。ら、もうこっちのもんにゃ。オーブンをやっておかないで。してる間に生地、生クリームを入れます。そして卵を入れます。生クリームは 100ml です。 100ml。 これが 200ml あるんですよ。だからそう、これ1個で2個分作れるのにさ、2個買っちゃった。生クリーム、バーカ。おほちゃん。しかも生クリームってなんか地味に高い。何やっちまった。クリームとチョコを混ぜていきます。これが難しい。慎重に。生クリームとチョコを混ぜてます。おお、なめらかーの。なめらかーのです。いいんじゃない、いいんじゃないって感じです。ただ
手に変えて、卵、卵を2つ使います。垂れ流しチャンネルでお願いします。卵を2つ、割り入れーの、はい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 、これを3回に分けてチョコの方へ、イエーイ入れる、そして混ぜる。浮いてる。テレレレ、タルタルクッキー。白身浮いてますけど大丈夫そう。てるてるかけてるるるるるるうまそう。トゥーテルン、なんか結構生地多いな。こちらの方に、あ、まだまだまだ、粉粉粉粉粉粉、ココアが大さじ2、薄力粉が大さじ1、粉を入れていきます。ホットケーキミックス、これが大さじ1、
してココア、ココアちゃんが大さじ2、完成です。わお、飛ばないように粉が慎重に混ぜていきます。これをこちらに流し込んでいきますが、どんぐらいまで入れたらいいんだ。ここ大事よね。ちょっと待ってくださいね。ここに書いてない、動画で詳しく見ます。バターも入れまして混ぜました。生クリーム入れて混ぜました。卵を入れて混ぜました。薄力粉とココア入れて混ぜました。ろ、おー、半分ぐらいまでしか入れてない。クッキングシートもいるよね、絶対に。これを敷いて、え、わーお、クッキングシートゲット。これを敷いて、ああ、楽しいね。はい。クッキングシート。え、むず。おお。うま。うまく切れた。これに、はっ、入れて、生地を流し込みます。待って、意外とちょうどいいんじゃね。意外とこれ1個分だったわ、生地。
麗に入れて、まだオーブンの時間が10分もある。ございました。こんばんは。というわけでね、あと8分45秒あります。オーブンが終わるまでなので、もう一回分、あれチョコあったもう一回分のチョコをもう手で割り入れます。手で割り入れるスタイルで行かせてもろて、そう、焼くのには23分かかります。今余熱があと8分あります少々お待ちください。焼くの以外の時間だとすぐにできます。こちら、簡単ですね、難易度的には。4枚いりますね。指の力がいる。水色の襟かわいいでしょ。日頃のあれ、よこんばんは。チョコリッチケーキそうね、しかもお試し、ホワイトデーの日にお試しで、そう、作ったやつあるやん、
あれ、あの時はあの薬用の型がなかったからさ、普通にグラタンの丸いお皿で作ったんですけど、あれうますぎて、そう3個グラタンのお皿にさ3個作ったの。ママと挨拶とパパ用かなと思って、でうますぎてもう1個食べました、私が。なのであれはパパは食べてない。おもろ、うますぎて私が2個食べました。なので今回はまあ揚げたいと思います。北川涼波さん推しです。すごい言われ方。私も好きでした。かわいい、会ってみたかった。こんばんは。ひたすらにチョコをちぎってます。割っていく。チョコバキ音。こんばんは。チョコの測量、何それ仕事。こんばんは。離任式とか懐かしい。懐かしいな。こんばんは。バキ
キバキバキ。お、来たよ。余熱が終わりましたので第1陣目を。ちょっと待ってくださいね。オッケー。第1陣目を入れていきます。23分間焼いていく。お待ちください。あ、追加のお湯を沸かそう。できました。お、ありがとうございます。できます。そろそろももちゃんの卒コン当選しました。ももちゃん、ももちゃんは私出ないな。楽しんでください。ラストももちゃんのには清水が出るのではしないです。民賓の方の花だれはいます。手で一番可愛いと思ったから来ました。嬉しい。両派さん推し嬉しい。うわー嬉しいんですけど、うん、こんばんは。周年兵庫当選しました。おお、おめでとう。もう分かるんですか。おめでとうございます。ツアー7周年ツアーよろしくお願いします。ハートありがとう。すごいな。追加のお湯を用意しとるんやけど、なんか溶けてきた。兵庫県当たった。おーすごい。もう初日分かるんや。兵庫だけですか分かるの。しなかった。ポンコチュー。兵庫県初日が兵庫県。お待ちしてます。明日は最後のお話し会ですね。
卵と。ちょっと天ぷらみたいに揚げるっていうやつ、それがうますぎて今日の夜ご飯も感動ものでした。自分で作った夜ご飯感動もの。準備しなくては。バター。もうあの塊バターがないので、こちらから 30g 取っていきます。30g 取り出せるかチャレンジ。チェチェラチェチェラチェラ。これが 5g ぐらい。うわ、10だった。すごい、ぴったり10。で、これが10だ。おお、すごい、アイサってすごい。これで20。ラスト。こんぐらいか。29。惜しい。31。ちくしょう、ぴったり賞にはなりませんでしたけども。これが30バターです。ぴったり賞はならず。
と同様。キャの塊やけんね。ポジティブ女やけん。みんな困ったら私を頼ってください。自己肯定感でしかない。週週何回公演してますか。週そうだね。なんか時と場合にもよるんですけど、ST は公演じゃない。間違えました。劇場がなくてですね、広島にあるライブ会場を転々と何か所かあるライブ会場を転々としながら公演をやっているんですけど、コンサート今はコンサート期間でして公演があんまりないので、今月は月に3回ぐらいしかなかったんですけど、だいたいどんぐらいやろうね。月にほぼ広島メインでやっていますが、月に5回か6回ぐらいかにゃ。月5、6ぐらいですかね。なんかさっきよりも硬くないか。まあ、いっか。生クリーム入れます。また水分が入ってしまったのかもしれない。まあめげずに混ぜていく。クリームが自分に降りかかる。小さくて可愛い。小さくて可愛い。そんな小さいことがわかるのか。ネイル。ちょこっとネイル。船の上でやってたやつ見たかも。船に来てくれたことあるんですか。船はもうなくなってしまいました。卵を3回に分けて入れます。わあ。
お腹すいたら食べて。チョコネイル、チョコレート、チョコレート。でもチョコの色かわいいよね、マジ。急に何、チョコってかわいいよね。なんでなの。チョコネイルにしよっかな。チョコのネイルにしたいし、チョコの髪色にもしたい。可愛くない、チョコの髪色。こんばんは。卵を入れます。あんなにも硬かった生地が卵のおかげでゆるゆるになりました。こんばんは。すごい、髪の毛を染める薬に見えてきた。染めるあのやつに見えてきたぞ。では染めていきます。お、みーちゃんのスツコンとぴよちゃんのスツコン見に行きますよ。嬉しい、お待ちしております。ぴよ様のスツコンもね、見に来てほしいです。皆さん絶対に可愛い、絶対に可愛いし、なんだ匂わせた。絶対に可愛いし、絶対に見てほしい曲があります。ねえ、よし、あとは粉、粉粉粉、ココアちゃんを大さじ2と粉を入れていきます。第1弾、あと5分でできます。あと5分で焼き上がる。ちょ待てよ、ちょ待てよ、わーわー。大変大変。あと5分、あと5分。粉を混ぜていきます。いや、むずい、慎重に。慎重に。
ました。できたぞ。あと3分で焼き上がる。それまでにちょっと片付け一旦ね、一旦片付け。全然オーブンの中は見えないのでいい感じなのかどうかわからない。1段ができた模様。ちょっと待ってておくれ。一旦ここを片付けにはいいと。
よう。一旦は綺麗になったのでは。すぎている。いや、大変大変。ちょっと一瞬待っててください、皆さん。すいません。よいしょと。環境整え。運命の取り出し式。取り出してみます。黒くないみたいな感じですけど、ちょっと一回取り出してみます。どういう調子これは。どういう調子なの。なんで、なんでや。やべえ。ピョーン。なんで？見てください。中が焼けてないで。でもこっちに希望を持っている私は。第1回目の時よりも生地が硬いんですよ、こっちの方が。こっちはうまくいくんではないかと踏んでいる。待って。ガチ悲しい。
なんでやろう、ほんまに分からん。なんかしたなんか間違ったっけ。生地の方がなんか硬くてちょっと希望が感じられますけど、なんかこっちはちょっと硬すぎる気がするんやけど、まあ行ってみる。なんて滑る、怖い怖い怖い。おりゃー、チューチュー、チューチュー。これ一発勝負にしてさ、材料も1個分しか買ってなかった、やばかったな。こんな作る配信したいって全然作ってないのをあげることになるところでした。こっちが成功するかどうか分からんけど、まあ一旦ね。こんなもんな気がする。第2陣目。原因不明。心配、買い取ってくれる。これを上の方にしたけ上が黒くなったやな。とりあえず下の方の段に入れて、下の段に入れて、これを入れて、でもあれはあったら気がするんよね。ちょっと待ってよ。あれ？メニュー。メニュー消えた。あれ？ちょっと待ってくださいね。メニューが消えました。
深刻問題深刻問題。しかも真ん中がなんかへこむらしい。ああいう四角いバットに入れてやったら真ん中がへこんでなんかハート型みたいになるらしいんやけど、ほんまはね、おかしいな。18センチパウンド型、あれは何やったやろ。分からん分からんけど、大体生地の量的には一緒のはず。これでいってみるしかない。180度、23分、頑張れ頑張ってくれ。絶望、なんじゃこりゃなんじゃこりゃなんですけど、3分後に運命は分かります。
ちょっとパパに渡してきます。あと18分後に第2個目の運命が決まる。ちょっとここら辺だけ。あ、でも味がうまい。味がうまい。あんま焼けてないとこもうまい。なんやねん。あんま焼けてないところも実はうまい。こうちょっと生チョコっぽい。牛乳でも飲もう。牛乳が染みますね。これどうしよう。あれですが、見た目があれすぎるけど、ちょっとママ用に残しといてあげる。大変。で、あとはもうさよならをします。焼き加減な、なよ、なんで、何が間違ったの。焼き加減やな。分量と味はうまいから焼き加減間違ったんやな。では、さよなら。Thank you.
2個目は13分後に焼き上がります。少々お待ちくださいませ。牛乳がうまい。久しぶりに飲んだ。うちのママにあげる方をちょっとでも見た目を良くして隠蔽していきます。この焦げとかを。大丈夫ですよっていう感じをして隠蔽してみせます。まずココアパウダーをちょっと上からかけます。まずはこの同系色の粉を振りかけてちょっと焦げた部分を隠していきます。皆さんご覧ください。このように焦げた部分が隠れました。うまそうです。ご覧ください、なんてうまそうなんだ。その次にね、白いパウダーも少々かけまして、完全にわからないようにしていきます。ちょっと形が失敗したよぐらいな勢いでね、何にも焦げちゃおらない素晴らしい見た目に仕上げていきます。次、シュガーパウダー。素晴らしいんですか。たらーん。たらーん。完成。すごいいいじゃない。じゃない。ママは、まあ、真夜中に帰ってくるので明日にでも食べていただこうと思います。てれーいい感じ。うまかったらしいです。
わかったらしい、パパ曰く。なるほど。ドキドキ。段を下げたんやね。2個あってさ、上と下があるやん。の上の方で焼いてしまっていたので下の方に下げました。焦げることはない気がする。わからぬけど、まあ牛乳でも飲んで休憩。明日は渡しますけど、サラピは明日いないらしい。なので明日福ちゃんに渡します。こんばんは。お団子ありがとうございます。スタバだよこれ。スタバマグカップですよ。スターバックス。キャンタオルに交換カップ。カップのギャルみたいなタオル。ベリーズ工房、初めて言われた。嬉しい。さっきまではカグラのやつ使ってました。待って、懐かしい。カグラタオル。あと4分。トキトキ。これが成功していたらラッピングをしていきます。お待ちください、皆様。ドキドキ。
何も間違えてないはずなんだけどな。のグッズはね、いろいろ持ってるんですけど、サンフレはグッズ持ってないと思う。サンフレのグッズは持ってない気がするな。ハート、ありがとう。成功を祈ってください。成功したんだけどね。ホワイトデーに作った時は成功したんですよ。1週間前ですねに作った時は成功したんだけど。初訪問ありがとうございます。右上のハートしてルームフォローお願いします。あと2分。このまな板が濡れててもなんかダメダメダメそう。ティッシュオフ、ティッシュオフしておきます。なんとなくクッキングシート、お菓子作らないからクッキングシートとか持ってないよね。置いとこ。こういうのとか、こういうのとか、こういうのとか。ラッピンググッズ買ってきたんだから。これ使えないってなると超絶悲しみ。こんばんは。あと40秒。どうだ？どうだ？ないが中まで中まで通ってるのかチェック。あー、え、もうちょっとさ、いるんじゃない、時間が。ちょっと中がまだっぽい、中がまだっぽい。待ってくれ、ちょっと待ってくれ。追加、様子を見て、ちょっと追加します。
てか中へこまんけどな。見て真ん中へこまんけどどういうことやろ。ちょっと追加させたいと思います。グラタンのやつでやった時も中身へこまんかったよね。別になんででしょう。こんばんは、初訪問ありがとう。ルームフォローお願いします。てた猫ミーム、それをカメラマンしてたらなんか覚えた。じわった、ずっと頭の中に残って、なんかこのやつここがやってたんよ。感想ね、聞きましょう明日。こんばんは。お、あと追加は40秒、今用事って。形はいい感じやからな、ちゃんと焼けたら渡せる気がするけど。初訪問ありがとう。どうでしょう。ではいませんが、まだちょっと生チョコ風やけんな。いやでもまだか。焼き具合が分からん、合ってないじゃないか。まだっぽい。
むずいです。料理のように適当にはいかない。あれマジでうまかったんよね。でもスペイベの時は砂糖とかも入っとったけんな、甘かったけど、これは砂糖入れてない、バターしか入れてないから甘くならなくてうまいんですよ。する時間はないので、もう完成させたい。チュルチュルチュルチュンチュ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 。ちょっともう一回牛乳飲もう。牛乳がうまい。水しか飲んでなかったけん。牛乳うまお店になるとうまいな。面白い。あんま変わんないね。すぐ賞味期限とかも切れるやん。あんま冷蔵庫にない。けどうまい。牛乳嫌いじゃないんで、ね、うまい。あと2分追加で5分、5分間にしてみました。ね、油断すると牛乳は賞味期限切れてます。だいぶ早い。こんばんは。ハートありがとう。これ失敗したらもう買ったものになるんでね。
こんな配信しときながら、買ったもののお返しになるので申し訳。あと10秒。なんなら膨らんないけど、真ん中膨らんでる。あのハートの形なんでハートの形にならんの。待って、つばやきどこ行った。なんでハートの形にならんかだけ教えてもらっていい。焼けてはいるぞ。どうだ。焼けてはいるが、なんでなん、レシピ通りやってんのに。じゃーん。中がトロトロ、どういうこと、これ失敗、まさかの。ねえ、どういうことすぎる。冷やす過程はねないんよ。しかも、これが深すぎるけんさね、火が通らんのかと思ったけど、でもなんだっけ、動画でもねこんぐらいの使ってんのよ。なんでなん、ほんまに冷まさないんだって、本当にわからん。これも失敗ということでしょうか。真ん中らへん、ありゃまーこれは、はい、失敗です。なんでなん、マジブチギレ、ブチギレなんですけど。
ブチギレなんすけど、本当にちょっと待ってよ。いいお店紹介します。まあ冷やしては見るけど、渡すことはできんな。もういただきます。うまい、味はうまいけど、まあ味はうまいけど、この中にはもう戻らんしな。おもろ。ちょっとこのまま冷やしてみます。どこで冷やすん？冷蔵庫。固まったらいけんやろ。冷凍庫。まあ冷やしてみよう。というわけなので悲しい。マジラッピングも買ったのに。こういうラッピングも買ってきたんですけど、失敗に終わりました。ワックスペーパー可愛くない？これマジで泣いた。号泣。冷凍、一応冷凍庫には今入れましたけど、まあ渡せるようにはならないでしょう。マジ泣いた。むずくない？ちゃんとやってんのに。こっちはちゃんとレシピ通りにやってんだよ。本当に明治さんに言いに行きたい。明治さんが出したレシピ見たから、これ通りにやりましたが失敗いたしましたって言いに行かないかん。会員は分かりませんよ。分かりませんよ。まずハート型になってないところからもう失敗ないよ。焼いて出てきたケーキがハート型になってないところからもう失敗やねん。なんでかは知らんが、本当はスコーンとかにすればよかったの。マジで絶対このさ、チョコスコーンとかの方が簡単よね。難易度2。アイサが見たのはこれです。え、でも難易度2やん、これも。嘘やん。難易度2やんけ。嘘つけ。こう
真ん中がへこんでハート型になるんよ。成功は。じゃらん。これこんぐらい深いのに入れて、で180°23したら真ん中がへこむんですよ。で中からチョコも出てこないでこうなるねおかしいよね絶対におかしいからな。生チョコ風ガトーショコラやけん、そうカリッカリには、中までカリカリにはならないんですけど、でもドゥルーンって中がドゥルーンってなっとるってことはおかしい、おかしすぎる。本当に本当に冷やしてないやろ。まあ赤赤赤赤、赤赤赤赤生クリームそうよ、ちゃんと生クリームを明治のにしたのに失敗に終わりました。チーン、マジ悲しい。マジ悲しいんですけど、何をお返ししようそこなんやけど、何をお返ししたらいいと思います？何を返ししようかね。あれ冷やしても、冷やしたとしても渡せるようにはならんやろ。多分やけど、マジで悔しいです。初訪問の方ありがとう。シュガーパウダーが危険シュガーパウダー危険パウダー、いいよ、ちょっと待ってくださいね。かわいい子ちゃんが助っ人に慰めに来ました。ジャビーです。チョコレート色のチョコレート色のボクちゃん、チャラーン、ジャビー、
ルリンさんも起きました。寝てたのに。キャー、キャビーくんです。チョコレート、チョコレート坊や。赤いお洋服可愛いでしょ。ロニーも赤いハートの服着てて、お揃いです。フォローしました、ありがとう。牛乳でも飲みます。最後ですね。ありがとうございます。うちの子は本当に可愛い。このラッピングも使えませんでしたし、本当に悲しいです。ラッピンググッズは封印したいと思います。悲しい。ちゃんとねここに乗せて完成って見せる予定だったんですよ。完成とはなりませんでした。ピエン、まあ、現状を報告しますと、こんな感じで冷凍庫で冷やしているナウです。まあすごいちょっと固まってきてる。まあどうなることやら見守りたいと思います。まあ味はうまいんでね、無駄にはならないと思いますが。これもだ、これもラッピング。失敗。というわけなのでロニーを連れてきます。残念ながら失敗に終わりました。すいません。ロニー派ですか。ロニーちゃん失敗に終わりました。でさっきまで寝てました。おはようございます。でか、でかくなった。でかくなりました。はよー。いや、というわけでそろそろ終わりたいと思います。マジ悔しいです。チョビー、マジ悔しいです。皆さん
すいませんでした。バーイ。皆さん、赤かっこいいな。ジョビー、赤かっこいいね。それではランキングを読ませていただきます。フォローしました。フォローありがとう。13位キズナックさん、12位シリウスさん、11位ゼータン、10位瀬戸内のお日様、9位バンジャラさん、8位星三つさん、7位ココアリ大地奇星人、6位ひとりごとさん、5位ミッチー、4位ムンゴさん、3位そうちゃん、2位福岡さん、1位はドゥルルルン、ヤスベーさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。明日は最後のオンラインお話し会、よろしくお願いします。最後のオンラインお話し会、ぜひ語りましょう。最後までよろしくお願いします。ではまた明日、終わります。バイバーイ、おやすみなさい。ありがとうございました。見ていただきまして涙